皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。福井県勝山市、勝山市は第一子の保育料を2024年9月から独自に完全無償化にする方針を明らかにしました。県や市によりますと、第一子の無償化は県内で初めてということです。また0歳から18歳を対象にした新たな給付制度の導入も検討しています。市の保育料は現在0歳から2歳児の第3子と3歳から5歳児は完全無償化にされ、0歳から2歳児の第1子は住民税非課税世帯のみ、第2子は世帯収入640万円未満の世帯のみが無償となっています。県が来年9月に0歳から2歳児の第2子の保育料を無償化にするのに合わせ、子育て支援を市独自に拡充します。子育てや幼児教育など子どもに関する政策を一元的に担う子ども課に来年4月子ども家庭センターを設置し、結婚や妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援を行うとのことです。三重県渡来町、物価高騰の影響を受ける町民の生活を支援しようと、三重県の渡来町は全町民を対象に1人当たり5000円分の地域復興商品券を配布します。約7700人が対象となるということです。町内の対象店舗で買い物やサービスを受けることができる商品券は12月中旬から順次郵送する予定で、使用期間は12月16日から来年1月31日までとなっています。和歌山県田辺市、物価高騰の影響を受けている市民生活を支えようと新たな支援策を発表しました。スマートフォンアプリ PayPay などを使うキャッシュレス決済のポイント還元事業のほか、低所得世帯への支援金などを盛り込んでいます。必要な予算を計上した本年度一般会計補正予算案を12月市議会に追加提案しました。キャッシュレス決済ポイント還元事業は今年の夏に続いて2回目の取り組みで、市内店舗で PayPay など4種類のキャッシュレス決済サービスを利用して支払うと 20% 分をポイント還元します。実施期間は来年4月の1ヶ月間を予定しています。また住民税非課税世帯への1世帯あたり7万円については来年1月中旬から確認書を送付し、返送された書類を確認後順次口座に振り込むとのことです。このほか食材高騰の影響を受けている市内の子ども食堂への支援金、学校給食の高騰分について新たな保護者負担が生じないようにする事業も盛り込んでいます。今回の物価高騰対策は国からの地方創生臨時交付金などを活用するようです。香川県丸亀市、物価高に伴う生活支援の一環として丸亀市が5000円分のガソリンギフト券を市内の全世帯に配布する方針を発表しました。対象はおよそ5万2000世帯で、可決されれば2024年2月の中旬から3月の中旬にかけて発送します。ガソリンを使わないという世帯については、タクシー券などと交換することも検討しているということです。こちらは開会中の12月定例市議会に19日追加提案します。動向に注視していきましょう。ここでリコからお知らせがあります。昨年は三が日の配信をお休みしたんですが、次のお正月は皆さんと一緒に楽しい新年が迎えられたらと思い、給付金や支援制度などの配信はお休みをして、皆さんからいただいた質問などにお答えしようと思っています。お正月の配信はいつもと少し違った感じの配信にしようと企画を進めております。お酒やおつまみ、コーヒーやお菓子を用意していただいて、コメントにて皆さんと一緒に楽しいひとときを過ごせたらと思っています。そこでリコに対する質問やお題などを募集しております。何でも OK です。コメントにてお待ちしております。その他詳細は追ってお知らせいたしますね。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リコさんの家はクリスマスのイベントは何かやりますか？
ご質問ありがとうございました。もうすぐクリスマスですよね。私の家はですね、子供たちがパーティーが好きなんですね。でもパーティーといってもそんな豪華なものではなくて、100円ショップで買った飾り付けを子供たちがこうしてくれて、私は料理を用意してクリスマスっぽく盛り付けをしたりとか、ケーキは子供たちがデコレーションしてくれるので、それをみんなでワイワイと話しながら楽しむって感じですかね。ケーキはスポンジから最初から作るのではなくて、スポンジも売っているものを買って、生クリームを買って、フルーツを買ってみたいな感じです。以前はクリスマスのケーキを予約していたこともあるんですが、それに比べると半額以下くらいの金額で作れてしまいますし、何より手作りのものって本当に美味しいですよね。私は料理担当なので、クリスマスの日には何を作ろうかななんて考えていますが、ちょっとまだ決まっていないんですよね。25日の朝には子供たちにはサンタさんからのプレゼントが届いているはずなので、早く子供の喜ぶ顔が見たいなとワクワクしております。そしてこの前もお伝えしたんですが、25日の12時からクリスマスソングをリコピアノでお届けしますので、ぜひご覧くださいね。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。